ビーム無限盛り上げてくれるのはやっぱりもう不動の2人このコンビでございます。武藤秀樹選手、中島大輔選手です。どうぞ大きな拍手でお伝えください。いやー、またまたやってきてくれました。嬉しい。さあ続いて今シーズンからこの無限チームの監督に就任されました中野慎二監督です。大きな拍手でどうぞお迎えください。の登場でございます。さあということで皆さん大きな拍手を今一度ビーム無限の皆さんにお送りください。どうぞよろしくお願いいたします。さあどうぞ皆さんおかけになってください。いやー、なんか時間もですねあるようでないのでいろいろお話を聞いていきたいんですけども、まずはですね武藤さん、はい、ちょっと痩せません？ちょっと痩せたかもしれないです。痩せたかもしれないですか？口内炎ができちゃってまして食欲がちょっと落ちちゃってなるほど、はい、痛いですよね。痛いです、ここに、はい、そう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 、はい、そうするとちょっと食欲が落ちちゃって痩せちゃったかもしれないです、はい、そうなんですね、はい、なんかいろいろ心身にストレスを感じてるとかそういうわけじゃないですあんのかもしれないですね。マジで？いろいろあったんです。いや、いつもなんかこうね、人周りを笑わせてくれたりとかね、いつもみんな気遣いしてるからね、本当になんか、まあいい人だなと思っちゃうんで、ちょっと大丈夫かなと思って。まあでも今年もね、しっかりオフの間にね、体作りしてるなっていう感じがします。さあ、そして中島大輔選手も、はい。よろしくお願いします。お願いします。今年もよろしくお願いします。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。家族とゆっくり過ごしました？そうですね、お正月は、はい、はい、結構ゆっくりしました。やっぱりなんかこう、オンとオフって、しっかりこうなんかリフレッシュ、そしてまた戦うところなんかこうね、しっかりこう分かれてる感じがして。そうですね、うん、まあ、切り替えは大切だなと思います。はい、年末クリスマスまで、はい、セパンでそうテストがあったんで。そうだよね、はい、割とギリギリまで気持ちは結構張り詰めていたんですけど、はい、そこから緩めて。なるほど、はいはい、そしてまたこのステージというかこのねオートサロンでいよいよ今シーズンの対戦も発表したので、さあやってやるぞという気持ちかも分かりません。さあそしてニューフェイスをご紹介しましたけれども、実は無限とはすげえ昔からゆかりのある中野慎二選手というか中野慎二監督のことじゃ言わなきゃいけないんですけども、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。監督の就任というのはこう入って2つ返事でいいよしやりますみたいな感じだったんですか、それともいや熟慮に熟慮を重ねて。そうですね、熟慮を重ねてというのはなんか変な言い方なんですけども、はい、まずね、本当自分自身がやってきた経験をその本当に生かせるのかっていうことも含めて、はい、そんな簡単にね、やっぱ責任のある立場でもありますから、うん、受けることできないですし、はい、やはりいろんなことを、まあ、無限さんともそうですし本田さんともそうですし、うん、お話をさせていただきながら何ができるかっていうことを、まあ、熟慮ではないんですけれども、いろんなそのカンバセーションの中で本当自分の中にもやれることがあるなっていうことを何度か感じることが最終的にできたんで、うん、最終的にお受けさせていただいて本当にありがたいお話なんですけれども、ここまでようやくたどり着きました。本当にスタートラインなんですけども、 GT 言っちゃなんですけど GT500 の中で一番若い監督になりません？そうですね、若い、はい、若くもないですけどいやいやいや、いつまでも本当若く見えるんですけど、おっさんなんで、はい、無限ではね、もう皆さんご存知の方多いと思いますけれども、無限エンジンで、ね、フォーミュラー1もそしてインディーカーも行ってましたし、もう世界中の、ね、レースを渡り歩き、そして今は実際まだ選手としてもね、スーパー耐久でも活動していて、そうですね、一応やらせていただいてます、うん、そんなね、レースレースって感じじゃないんですけれども、はいはい、まあ楽しみながら、まあ、その走る、まあ、楽しさみたいなのを、ね、お伝えするということも含めて、うん、あと一緒に、ね、乗ってくださってる、まあ、ドライバー、はい、みんな皆さんと、まあ、本当にもう楽しみながらで、まあ、僕の経験を少しでもインプットできることがあればと思って、うんうん、まあ、そういうことも意識しながらやらせていただいてますね、うん、さあどういう今シーズンですね、中野慎二と采配が出てくるのかというところも我々興味深く見させていただこうかなと思いますけれども、お二人中野さんって、はいはい、子供の頃になんか見てる感じじゃないですか、なんかその活躍を。武藤さんは、はい、中学生ぐらい中学生ぐらいに、はい、の時に中野さんが F1 で、プロストだったかな、はいはい、で、はい、デビューされたのを見てました、応援してました。中学生ということはもうカートバリバリやってる頃じゃない？そうですね、はい、だから自分の目標で F1 に僕もああいう風に行きたいなっていう憧れでしたね、うん、あ、はい、あれ
アメリカのインディカー時代は一緒に走ってるっていうことはあるんでしたっけ？いやいや、タイミングがずれてるんですけども、僕はもうさ帰ってきて、その後に、ムートが先だっけ？帰ってきた。コースケか。コースケ先にいたのか。コースケ行って、ヒデケ行ったんですよ。あ、そうです、確かね。はい。じゃあ、お互い一緒にフィールドとか、はい、走ってはいないですよ。タイミング的にね。ということはもう、大輔さんも、はい、もともとだってもうファミリーからホンダとの付き合いが長いし、僕は、はい、自分が赤ちゃんだった時にどうやら同じ家に住んでたらしいんですけど、ね、なんだって赤ちゃんの時に同じ家なんとかね、だからずっとってわけじゃないけど、中島悟さんがイギリスに住んでた頃に、はいはい、新次さんが、僕は生まれてすぐだったんで、はい、多分日本にいたりとか、はい、まあ、記憶ももちろんないんですけど、はい、あったら怖いあ、でもそういう意味でなんか縁は、はい、そうか、でも18の時にイギリスでそれこそ武者修行みたいな形で行かせていただいて、はい、中島悟さんにもお世話になってたんですけども、そうですか、その時ちょうど、ね、当然お金もないですから、はい、中島悟さん の, あのご自宅の方に居候させていただいて、そうなのね、まして、その時に、はい、奥様と一緒に大輔が来てたり、まだ小さな頃の大輔さんが立派になりましたよ、今、もうね、今も昔もなんか可愛いですけど、こんな変わらないのも珍しいなって雰囲気はね、ずっと変わらない、雰囲気は、はい、すごくね、いいドライバーだったんですけども、可愛らしさ変わらなくて、あともう鈴鹿のね、レーシングスクールもやらせていただいてるんですけど、長く、そうですね、それこそ大輔がカート始めた頃も、そうですね、来てくれてたんで、もうじゃあ、あの頃も、はい、なんか卒業レースで、はい、ちょっとこう最終コーナーで当たった記憶がありますけど、中野慎二講師に当たってしまったんですよ。いや、当たってしまったって、こう2台でこう並走して、ちょっと僕がはみ出るみたいな。それ今でも記憶に残る。ごめんごめん。それ苦い記憶じゃないの。中野さんやめてくださいみたいな。まあでもそういういろいろな縁があって、まあでもね、こういうチームがやっぱりね、出来上がってるんだなって、なんかこうホンダファミリーだなっていう感じがしますけど、まあでも武藤さん、さっきね、大輔さん言ってましたけど、クリスマスぐらいまでテストあったの。そうなんですよね。マレーシアで4日間走り込んだんです。ついこの間じゃないですか。はい、ね。そうですね。相当走ったでしょ。相当走りましたね。3000キロぐらい行ったんじゃないかな。もう1年分走った感じです。はあ、大変だ。そりゃ痩せるわ。痩せちゃいますよねで、割合がおかしいんですよね。普通半々ぐらいだと思う。まあそうですよね。どう考えても僕のが7割ぐらい走ってると思うそれギャラ変わるんですか？いや、だからいつも日の割にはちょっとよこせよって言ってたんですけど僕はとりあえずホテルからの行き帰りは運転しますとか。なるほど、そこでちょっとごまかしてマイレージを稼いで、あとレースのさっきとのマイレージはじゃあ武藤さんお願いしますみたいな。そうなっちゃってましたね。流れがそうなっちゃって流れがそうなっ、嫌そうに言わないで。いや嫌じゃないんですけど、はい、結構しびれるぐらい走るんで。そうで、3000キロって言ったら、だって普通のレースの、まあ300ね、普通のレースだって300キロじゃないですか、はい、それが10戦分。まあ、そうですよね。そうですよね、はい、まあ、当然500マイルのレースがあったりとか、500キロのレースがあったりとか、長距離レースもありますけど、はい、普通考えて1年分以上走ってるっていう。そうですよね。それの7割、それはちょっと請求した方がいいですよ、はい、いやいやいや。でもどうなんですか、いろいろないい、なんかこうアイテムが、こうなんか普通のゲームじゃないですけど、いいアイテムが。そうですね、まず去年やってきたことの答え合わせをして、あ、まあ、そこからこうステップを踏んでいこうということで。なるほど、振り返りっていうか、そういうところから始めるわけですね。はい、で、まあ、2日間ぐらいそうして、うん、で新しいものをこう投入していったんですけども、うんうん、まあ、その中でまたいいものができそうな感じがしてるんで、はい、非常に楽しみになってます。そうですか、はい、ちなみに中野さんはもう現地には行ってなかったんですか、その時は。残念なので、まだ合流できてなくて。ああ、そうだったんですね、はい、うん、まあ、その前エンジニアの方、ただと、まあ、チームの方、ね、たちにお任せして、うんうんうん、まあ、これまでの、ね、ずっと蓄積もありますから、はい、そこにもう、まあ、そこ信頼してるんで、うん、僕はその、まあ、開幕の前 の, 手前のところで合流させていただくと思うんですけども。なるほどね、そうですか、まあ、とにかく、はい、すごく楽しみです。そうですね、ポジティブな、はい、いろいろインフォメーションも出てきてるでしょうから ね, そ, うですね、そのあたりちょっと勉強させていただいて、はい、僕の中でもいろいろとその方向性というか、今までどういうふうな形でやってきたかっていうのも含めて、うん、流れっていうのを勉強してから参加させていただきたいなっていうのもあって、今勉強中ですね。そうですね、はい、まあ、でも大輔さんもこの武藤さんとのコンビでね、はい、長くなってきましたから、もう武藤さんがこうだいいなっていうのがこう出てくると、はい、やっぱりもう自分としてはもう全幅の信頼でいいんじゃないですかみたいな。本当にまあ、チームメイトといってもいろんな
コンビがあってあります、ね、相性がちょっと良くない場合、まあ、それが結果につながる、つながらないは別にして、うんうんうん、そういうのあるんですけど、はい、僕と武藤さんはもうタイヤの好みだったり車の好みもほとんど一緒なんで、はい、まあ、さっきその割合がおかしいって武藤さん言ってたんですけど、それはその信頼してることの裏返しで、ね、武藤さんがいいって言ったら、はい、大抵僕もタイムが出るし、 その逆もそうですし、じゃあある意味あれだ、大輔さんは武藤さん信じてますから、はい、どうぞどうぞいいタイヤつけてください、僕はそれについてきますぐらいの感じで、はい、信頼してるってこと、信頼してるっていう、そういうことなんそうですよ。そうなんです、はい、ありがとうございますよそよそしいな、そのありがとうございますとか言って、まあでもその2人がやっぱりこうやって長くやっぱり一つのものをねやっぱり開発していくってとっても大事だと思うんですよ。 大変だし、それをやっぱりこうお互いこの信頼関係でできるっていうのはやっぱりすごく大きな力になると思うんですけど、実際去年もねレースでもいい兆しはねいくつか見せてたから、うん、そうなんです、まあ予選もそうですし、はい、まあ須郷なんて決勝も大輔すごい頑張って、そうですよ、もう少しで表彰台狙えてたんでね、うんうん、まあ、必ずこういい方向に向かっていくんではないかと思ってます、うん、着実にステップは踏めてると思ってるんで、はいはい、あと何かもう欲しいものがあったら、まあ、せっかくこういう場所だから本田さんこれ僕の車につけてくれたら絶対僕勝てますからみたいな、なんかこういう話してたら、秀樹は出現するから早速監督、そういうこと、そういうこと聞いちゃダメ、もう早速監督のこううまいうまいあれがいい監督ですね、性格までちゃんと気をつけていいですよ、こういう場所ですから、もう年1回ですよ、本当に江戸っ子なんですから、まあ、パーンと言うときは言っていただいて、新次さん、いやいや、もう本当にすっかり監督のなんかもうあれですよ、板についてますよ、いや、全く全く、それないんですけど、まあ、こういう業界なんでね、そういう、まあ、発言だったりとか、そういったことも含めて、まあ、ある意味、戦いというか、はい、中に含まれているものなんで、まあ、そこもね、まあ、秀樹なんかすごくね、話すのもうまいし、周り盛り上げるのも、はい、うまいんだけども、勢いがありすぎる時があるんで、それがね、いい方向に行く時と、そうじゃない時も、はい、あるんで、そこら辺ね、得することをどんどん言った方が得すると思うんで、なるほど、そこはね、チームを強くしていく上でも、はい、なんかこういい形で、僕ね、いいところの、かつてホンダドライバーの中で、ね、武藤選手結構好きなんですね、このね、いろいろトークが好きですね。ありがとうございます。でもね、あんなにね、今ね、ジェントルなこと言ってますけど、武藤さん、ちょっとせっかくこういう場所ですからね、私こういうのバラしちゃってもいけないですけどね、中野さんのね、昔は特勤特勤だったんだから、特勤特勤、昔ね、あれもう何年前ですか、中野さん、チーム無限のね、実はね、ワークスドライバーだったんですよ、レーシングカートで。あれ初めてじゃないですか、チーム無限のワークスドライバーって。いやでもね、僕の先輩 のカートドライバーは、はい、いらっしゃったんで、ええ、そのまあ菅谷さんという方が一番初めで、菅谷さんですか、はい、菅谷さん その僕はご紹介というか、はい、で無限さんに乗ることになったのが5歳の時で、はい、そこからですね、もうね、無限のワークスのカートの時にはね、もう髪の毛ツンツンでパンクロッカーみたいで、ね、横とかもう刈り上げにしてて、特勤刈り上げてなかなか、ね、刈り上げてなかったでしたっけあれ。でもすごいなんか整髪量で立ってたイメージがあるんですけどね、整髪量使ってましたねそういう、本当にね、だから昔のね、なんかね、ちょっと武藤、若い頃の武藤さんみたいですよ、もうすごいなんかこう、キャッと。あ、そうだったんですか。イケイケですよ。なんか道上さんが、中野さんにスーツをいただいたっていうのを聞いたことあります。その無限ワークスの、無限ワークスのスーツをいただいて、それがきっかけでプロになろうと思ったって、へぇー。言ってましたけど。あ、そうなんだ。そんなこと覚えてます？いや、あんま覚えてないですけど。でもね、レオ のお父さんのチームでもすごくお世話になったことがあったんで、カート道上さんのお父さんがカートショップをやってらっしゃいましたからね、はい、お世話になってたんで、はい、そういうことがあったのかもしれない。あ、昔本当にさらに本当中野さんのカートの頃はまだ今みたいなレーシングスーツじゃなくて、ないです、革のね、ライダースーツ、二輪のスーツみたいな、はい、ああいうやつでね、ピッチピチで、ピッチピチの特勤特勤だったんですよ、ね、シーズン始めたからちょっと落としとかないと、この後ずっと真面目に行くからね。いや、もうどんどん、ね、本当、チンジさん僕も好きなの、付き合い長いですもんね、なんかね、もう無限のね、プレイングカートフェスティバルって昔あったでしょ、はい、みんなドライバーたちがこぞって参加して、ファンの皆さんとレンタルカートやった時もね、一番人気なんですよ、やっぱりみんな走りたがっちゃって、もう女の人とかキャーキャー言っちゃって、って考えたらあれですね、全員ちょっと
チーム無限はあれですか、みんななんか黒パン、黒シャツ、細身でイケメンじゃないとダメなんですか、そういうオーディションでもあるんですか。いや、黒パンじゃなきゃダメだっていう言われて、しかもしんじさんちょっとひっきらっとしてません、なんかちょっと光沢ありますよね、ちょっとパンツに。皮ですよ、皮ですか、皮っぽいです、皮、ゴーリーゴーリーゴーリー、ちょっとなんかあれですね、僕ジェラシー感じますよね、この3人がね、ちょっと僕あのもう中年太って、そして顔がみたいなね、もうちょっとなんだかな、全然変わりないですよ。で、まあでもあのやっぱりね、レーサーですし、レーシングチームですから、結果も出したいという思いがレーサーはやっぱり一番あると思うんで、どうでしょう武藤さん、今シーズンへかける意気込みっていうところでは、はい、なんかどういうレースをファンに見せたいなっていうのは、もうなんかタイヤテストもしてて、去年のああいういろいろなシーズンも振り返ってみると、はい、なんかイメージってできてきました。その身内が去年チャンピオン取ったじゃないですか。そうですね。でホンダの NSX がすごく調子いい中で、はい、まあ、僕らももちろんいいレースもあったりはしたけども、やはり結果に結びつかなかったので、そこが非常に悔しくてですね、とにかくこのパッケージで一勝をまずしたいんですよね、はい、だからもうそのことしか頭にないし、もうそれに向けてどうするかっていうことを日々考えて生きてます、はい、またでもこれでね、新しい監督でいろいろ戦略もアグレッシブに来たりとか、はい、なんかそういうところがパチッとはまると気持ちいいレースができるといいですね。そうですよね、はい、もう監督に甘えて思いっきりやらせてもらおうと思ってます。あ、はい、ですね、はい、そういう意味では頼れる先輩のような監督かもしれないですね、はい。大輔さんはどうでしょう、その同じ質問になっちゃうんですけど、はい、まあ、去年もそしてタイヤテストも踏まえて、はい、シーズンどんな展望見えてますか。そうですね、去年進化するした部分は多少お見せはできたんですけど、はい、やっぱり、まあ、表彰台にも結果的には乗れてないし、うんうんうん、結果は悔しいものだったんで、はい、やっぱり今年その去年進化した分、あと今年に向けてさらにここから伸びていく分を足して、その本当にまずは一勝したいなと思ってます、はい、で、まあ、新しく中野さんにも監督として来ていただいて、はい、雰囲気もいい部分でいろいろ変わるところがあると思うんで、それをつなげてこう去年までとはちょっと違った戦いしたいです、うんうんうん、はい、まあ、やっぱりね、ポールっていうね結果はあるし、あとはやっぱり勝利っていう結果をやっぱり2人としてはどうしてもこの2人で、もう本当にこの2人いいコンビだからね、この2人でやっぱり勝つっていうシーンをね、皆さんどうですか、見たいですよね。ちょっとここで応援の拍手をいただきたいと思います。ありがとうございます、頑張ります、ね、もう無限だって、もう本当にあそこにパーンとこうね、本番車というか、可能やっぱりね、GT カーを飾ってあるところを見ると、やっぱりね、今年やってやるぞという気持ちはやっぱりね、人一倍強いと思いますんで、まあ、そんなチームをまとめる、中野さんとしてはどうでしょう、まあ、去年までのいろいろなレースももう今いろいろと復習したりとか、いろいろ聞いたりとか、エンジニアともいろいろ話してますけど、どんな采配を、どんなレースを自分としては監督として見せていきたいっていうイメージっていうのは。いや、まだね、そういうことってね、いきなり僕がなんか監督に入ってきて、いきなりなんか成績がね、ドラマティックに変わるとかっていうことっていうのはないんで、まあね、今までもね、はい、本当にこうチームの皆さんが全力で戦った結果、それでもやっぱりなかなか厳しい状況にあるっていうのが事実なんで、でもそこにはやっぱり結果にはやっぱ必ずやっぱ原因というか理由があるんで、その理由というかその原因みたいなものを何なのかっていうことをきちんと追求者作りに行くちゃんとして、それをまあ少しずつなんていうのかな、ちょっと問題であるかもしれないっていうところを取り潰していきながら、まあ成績につなげていければっていうふうには思ってますけれども、あんまりね勢い込んでいくとねいいことないんで、その一勝っていうのはすごく大事なんですけども、とにかく一戦一戦チームのみんなが気持ちよく全力で戦えるような環境を作ることができるように、まあ僕としてはなんかお手伝いができればなというのが今のところの僕の、はい、目標というか気持ちですね。まあ、やっぱりそこはね、世界中で戦ってきて、いろんなチームでやっぱり戦ってきた、その引き出しっていうのが中野さんにはあるから、やっぱりそのあたりはもうありとあらゆる引き出しをもうフルス、なんかもう総動員して、とにかくこのチームをなんか新しい立場でね、なんか自分でやっていこうっていうことはできますよね。そうですね、自分にとっても新しいチャレンジですよね。はい、僕にとっても新しいチャレンジで、まあ勉強するっていう言い方嫌いなんですけども、やっぱり学ばなきゃならないこともありますし、まあ、2人のドライバーもそうですし、まあ、チームのみんなともそうなんですけども、きちんとした関係を築いて、本当にね、普通に頑張ってるじゃ結果って出せないと思うんで、はいはい、まあ、ずっと僕世界でやっぱりいろんなドライバーチームで仕事してきて、
やっぱり結果出してるところってちょっと違うんですよね。頑張ってるっていうところがここ頑張ってるのともう少しよりもちょっと上を見てる人たちがやっぱり上に行ってるんで、はい、そういうこう意識の変革みたいなのをなんかこうするできるするためのきっかけみたいなのを何か作っていけるといいなというふうに今年は思う、はい、ドライバーだけじゃなくて監督って本当にチームの一人一人までね全員こう見てじゃあどれがどういう役割があってとか今みんながどういう今気持ちでいるのかってそういうのもやっぱり把握したりとか本当大変だと思いますけどぜひ、ね、新しいチャレンジが結果になるように我々も応援してますんでありがとうございます、はい、頑張っていただきたいなと思います、はい、さあそろそろちょっとね時間になってまいりましたけども、まあ、改めてねこれだけたくさんの皆さんが東京オートサロン2019、ね来てくださってそしてホンダブースでもこんなにたくさんずっとこのトークをね聞いてくださってるわけですからさあもうここはあの武藤さんあの中野さんは中野さんでさっき言いましたけど景気のいいことをズバッと言っていただいてですね最後ラストメッセージをこう言って全然遠慮しなくていいですから、はい、ここはもうあなたのホームですからしてはいなかったんですけど、ね、東京出身武藤秀樹こ千葉ですけどねあれいや大丈夫ですそれは大丈夫東京オートサロン東京出身武藤秀樹、ねはい千葉ですけど、はいじゃ あのぜひ最後にねドーンと一人ずつですねラストメッセージをあのファンの皆さん熱いメッセージを言っていただいて終わろうかなと思いますが、はいはい、武藤選手今日はトークショーをお聞きいただきありがとうございます地味やん。ありがとうございます。まあ、さっきも言いましたけど、監督はね、その雰囲気を作ってくれるっていうことで言ってくれましたけど、やっぱりもう一生しないことには、もうずっとモヤモヤが溜まっちゃってる状態なんで、うん、とにかくもうそれだけで考えてます。で、一生して、そこからまた次のステップを踏みたいと思ってるんで、必ずこのパッケージで、はい横浜タイヤさんとホンダの NSX で、まず勝ってですね、まあ、感動させれるようなそういう戦いを1年していきたいと思ってます、応援よろしくお願いします、はい、いいよ力入ってるいいな言葉に魂が入ってたねはいということで武藤秀樹選手温かい拍手ありがとうございましたねさあ続いて中島大輔選手、はい、最後に一言お願いします、はい、今日は寒い中お越しいただいてありがとうございます、まあ、ずっと応援してくださってる皆さんもいると思うんですけど去年まで本当になんていうんでしょうねおそらく、まあ、僕らも悔しかったんですけど、うん、応援していただいてる方にも悔しい思いをおそらくさせてしまったと思うんですけど今年こそは、皆さんでも一緒に喜べるような結果を出して、はい喜んでいただけるようにしたいと思ってますのでぜひ引き続き応援をよろしくお願いしますありがとうございます、はい、中島大輔選手も、ね、本当に頑張ってくれると思います皆さん応援よろしくお願いしますさあそして、まあ、本当に何度も繰り返しになりますけれどもファンの皆さんに熱いメッセージをじゃあ中野慎二監督、ね、そうですねはいまあ、立場的にも、ね、監督という立場で今回関わらせていただくんですけどもやっぱその無限のチーム、まあ、その無限 の, そのブランドというのも、ねはい、無限をまあ本当そうです、ね、強い、かっこいい、うん、品のあるまあなんかそのチーム、はい、そのイメージって大事だと思うんでやっぱりその強いそしてかっこい い, かっこ い, いそんな中イメージを僕の中では持ってるんで、はい、そこをなんか目指して、うんチームのみんなドライバーそしてチームの全員でそういったチームの雰囲気っていうのを、ね、作り上げていきたいなというふうに思ってますなんかね何かちょっと一つその変えるとかっていうのではなくて新しいものを僕は作っていきたいなと思ってるんで、うん、はい生み出していきたいなっていうのが僕の願いなんで、まあ、そこに向けて何ができるかっていうのは僕の中でもいろいろと思って、まあ、スキルを重ねて、まあ、頑張っていこうと思ってますのでどうぞ応援のほどよろしくお願いしますはい皆さん期待してくださいそしてサーキットにぜひね直接行って、チーム無限を応援していただきたいと思いますさあということで